アルブレヒト3世は、ブラウンシュバイク・リューネブルク公の一人で、アスカーニエン家出身のリューネブルク公。父は、ザクセンテ帝公、ルドルフ1世の次男、オットー、母は、リューネブルク公、ビルヘルム2世の娘エリーザベト。外祖父のビルヘルム2世は、息子がなかったため、新生ローマ皇帝カール4世に、外孫のアルブレヒトの相続許可を求めたが却下された。 アルブレヒトのおじのザクセン選定校、ルドルフ2世とおじのベンツェルの影響力が及ぶことを恐れていたためであり、ブラウンシュバイクリューネブルク広告は、ベルフ家の男系子孫が継承する決まりになっていたからである。1369年に、ビルヘルム2世が死去し、当園のボルフェンビュッテル校、マグノス2世が相続したが、アルブレヒトはこれを認めず、おじのザクセン選定校、 ベンツェルの後押しを受けて、マグノス二世との戦争を始めた。1373年7月25日に、マグノス二世を討ち取り、その息子のフリードリヒ一世とベルンハルト一世らと和睦した。和睦の条件として、リューネブルクはアルブレヒトが領有するが、死後はマグノス二世の息子たちが継承することとした。翌1374年にアルブレヒトは、 マグノス2世の未亡人カタリーナと結婚。マグノス2世の2人の息子のフリードリヒ1世とベルンハルト1世もベンツェルの2人の娘、アンナ、マルガレーテと結婚した。以後、1385年に亡くなるまでベンツェルと共同でリューネブルクを治めた。1374年5月11日、チェレでアンハルトベルンブルク公、ベルンハルト3世の娘カタリーナと 結婚、一人娘を設けた。ありがとうございます。